おはは。ございい。ます。す。ここんんんにちはこんばなんさです今日は2023年後期子どもの保険問い12の解説を行いました今回は保育指針の災害への備えということで災害が起きた時にどうするのかっていうのは保育指針にしっかり書かれています命に関わる内容なのでしっかり押さえましょうそれではどうぞ2023年後期子どもの保険問い12 次の文は、保育所保育指針第3章、健康及び安全、4、災害への備え、2、災害発生時の対応体制及び避難への備えの一部である、A から C に当てはまる語句を5群から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。火災や A などの災害の発生に備え、緊急時の対応を、具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。 定期的に B を実施するなど必要な対応を図ること。災害の発生時に保護者等への連絡及び子どもの引き渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との C に努め、連絡体制や引き渡し方法等について確認をしておくこと。5群、あ、地震、い、豪雨、う、防災訓練、え、避難訓練、を密接な連携、か、適切な関係づくり。 この問題は、地震、避難訓練、密接な連携が当てはまって、2番が正解となります。この問題のポイントは、保育所保育指針を隅々まで読み込めているかというところです。語群が似たような単語ばっかりなんですけども、しっかり読み込んでいる人は、他の間違っている単語を見るとちょっと違和感を抱いたんじゃないでしょうか。今日も一緒に頑張っていきましょう。そもそも、問題文の保育指針とはというところなんですが、 保育の基本的な考え方や狙い、保育内容と運営に関することを細かく定義しています。保育所保育指針は全文、そして第1章から第5章までで構成されています。保育士試験に合格するためにももちろん大事ですし、保育士になってからも超重要な、いわば保育士の教科書的な存在です。 保育指針の構成なんですが、全文、そして第1章早速、ざっくりした全体の内容ですね。それから第2章保育の内容。これは結構細かく保育内容について書かれています。そして今回第3章ですね。健康及び安全。そして第4章が子育て支援。第5章が職員の支出向上。ということで、今回第3章の健康及び安全について見ていきます。 第3章、健康及び安全。子供の育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、食育の推進、安全な保育環境の確保等について記載しています。内容は全部で4つありまして、1、子供の健康支援。2、食育の推進。3、環境及び衛生管理。並びに安全管理。そして今回の内容が、4、災害への備えです。第3章の4、災害への備え。 カッコ1が施設設備等の安全確保。そして今回の内容がカッコ2災害発生時の対応体制及び避難への備えというところで、このあ、い、うの内容が問題文の3つの文章でした。あ、火災や、 地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。ここ地震か豪雨かを選ぶ問題だったんですが、豪雨とか雨みたいな感じの言葉は、保育指針全体を通して出てきません。豪雨災害ももちろん大変なんですが、多分保育園の場合だと事前に警報が出て休みになっていたりとかするんじゃないのかなと思いました。なので今回は地震を選ぶ問題だったんです。 並べば正解となります続いて、い、正規的に避難訓練を実施するなど、こちら避難訓練か防災訓練が入るんですが、ちょっと真上見てください。避難訓練計画等に関するマニュアルを作成することっていうのが上の文章に入っていました。なので、このまま避難訓練が入ります。続いて、う、災害発生時に保護者等への連絡及び子供の引き渡しを円滑に行うため、日頃から保護者等との 密接な連携に努め、連絡体制や引き渡し方法等について確認をしておくこと。こちらが、もう一個の選択肢が適切な関係づくりという単語でした。なので、密接な連携の方がより強い保育士と保護者との連携を表す言葉ではあるんですが、ここちょっと置いておこうと思います。最後に問題文のところで振り返りたいと思います。ちなみにこの 定期的に避難訓練を実施するというところなんですが、どのくらいの頻度で行わなければならないかご存知でしょうか実はここ、前期試験の問題となっていたところなので、ついでに見ていきましょう。 保育者保育指針には避難訓練をいつ行うかっていうのは載っていません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準という別の文章のところに避難、消化訓練は少なくとも毎月1回は行わなければならないという文章が書かれています。ちなみに避難訓練を行う内容は地震、火災、水害、不審者対策というのがあります。これ毎月全種類を行いなさいっていうことではなくて月に1回いずれかの 避難訓練を行っていると思いますここに先ほど選ばれなかった豪雨の内容に近い水害っていうのがあるんですがこちらはどちらかというと豪雨対策というよりは高台に逃げるとか低い土地にある保育園の場合は行うことがあるようですそれでは問題に戻ります A から C に当てはまる語句を五群から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい火災や ここは豪雨ではなくて、地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。続いて B、定期的に、これは真上に答えが載っていました。避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること。 そして今回 C の部分置いておくよと言ったんですが、カッコ A とカッコ B が絞れると、おのずと答えが2番となるんですね。災害時の発生時に保護者等への連絡及び子どもの引き渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引き渡し方法等について確認をしておくこと。これもちろん日本語的には適切な関係づくりでもおかしくはないんですけども、この保育所保育指針の穴埋め問題っていうのは結構、日本語的 次にはどちらも入りそうみたいな選択肢が用意されているので、しっかり読み込んで、こっちはちょっと違和感あるなと感じれるぐらいに保育指針の文章に慣れていきましょう。ではまた他の動画で会いましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。